はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアじゃない。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきとうと思います。ということで、決勝戦ですね。いよいよ決勝戦は筑波田釜になりました。どんなチームか。ちょっと疲れは溜まってるけど、やっぱり S が多いな。その代わり C も多いです。まあ、相手は強いね。ちょっと、ここで、スタメンを見てみましょう。ミリカとミオイだが、今回変わってくるみが出てきます。トップオブ M スタジアムです。左サイドから攻めていく格好になるな。中野をマークしましょう。さあ、いよいよジャパンカップ決勝戦、筑波田釜対クラワンカリバーズ。国立競技場ですかね。天皇杯ですね、いわば。簡単に言ってしまえば。キックオフ。上がった。結構やっぱ前に出ます。チャージが厳しいな。おっと、これは良くない。なんということだ、もったいない。キーパー、ここは守りました。奈々子が拾って、さよ。さあ、ミオ。おっ、チャンス！ミオ！うーん、だが、オフサイドでした。相手のキーパー、松原。筑波田釜。まどか、ナイス。さあ、センタリング。うーん、マゼラの方が高かった。おお、ナナコがインターセプト。前半20分を経過しております。さあ、ボールをうまくキープしたい。ボールのやっぱり奪う力は相手の方が上ですね。これ見ないすだが、ここは出すべきだったか、ちょっと疑問。この1位に超えられてしまう。あ、やばい。みゆきがクリア。うまく巻きました。さあ、守備もなかなか運動量が高いチームですね。筑波田釜。みゆきがいい活躍。正門正面だが、これはくるみが決められない。なかなか鉄壁もあるし、スピードが高いチームですね。お、大丈夫なのか。今くるみか。これはキーパーの夏希がキャッチ。前半も残りもう2分です。ラストチャンスか。流れてしまった。
これでおそらく前半終了でしょう。結局どちらも点を入れることができずに前半終了です。そう、クルミ絵にクルミ落として、ここはもうエニカに変える、一発勝負に出ます。7個。さあ、悩むとこですね。みゆきも疲れてるな。みゆきよく頑張りましたからね。少し様子を見たいと思います。後半スタート。ミキ早くも窓かちょっと流れた。せっかくチャンスだったんですが逆にピンチに陥る。アッカーうまい。さよ、さあ逆に今誰を変えればいいか考えどころですが、まあ幸子を投入かな。交代枠を使い切りましょう。あ、相手のボールを取る力が強い。ファールじゃない、ノーホイッスルです。コントロール。また反対へ。ああ、モンナに食われるが、モンナが出してしまって、こちらのボールのスローイン。さあ、そして選手の交代。さあ、飛び込め。川島高い。7個が中に突入。うーんと、バーに。食らいたか。まだ彩香、ラメルに捕らえてしまいます。彩香も結構痛がってます。さあ、これはやばい。なんとかクリアした。さあ、残り20分です。ファールですね。こちらボールのフリーキックになります。緑、中野。さあ、入れ違うようにまた倒れている。チャージも厳しい。当たりが強いですね。さあ、これは夏木が一方判断。さあ、残り10分。どちらもまだ点が入りません。 PK 戦になってしまうのか。延長ってあったっけ。出ます。さあ、こちらボールをスローイン、絶好のチャンスです。奈良子が上げるが、ちょっとこれは押し上げが足りない。花子、奈良子か。さあ、これは流れた。もうほとんど時間がありません。結局スコアレスのまま PK 戦になりますね。PK 戦はですね、疲れが問題になります。しっかり悔いのないように戦いたい。夏希も参加します。緑行きましょう。高校で行きましょう。先行は負けフラグ。いや、ランダムでもいいと思うんだけどな、このゲームだったら。さあ、相手の先発は1位。逆を使いました。エリカです。エリカでもう BBB とかですからね、つらいな。しかし決めてきました。なんとかギリギリ決めました。カイドウも強い。止めてくれ。あー、裏をかかれた。さつきなんかこれですからね、この力では見劣ってますね。止められた。
これは苦しい。止めないと結構危ないとこまで来てます。決められたんだ。後がなくなりました。幸子、これは決めたい。決めました。3対2になりまして、川島です。まだ強いな。 SS とかばっかり。決めろ。止めましたね。止めました。さあこれでチャンスが少し出てきました。夏希が決めることが大事。止められた。これつくマゼランを防げないと終わりですが、どうだ。あ、逆つかれました。残念。決勝で涙を乗りました。 PK 戦強かったんですけどね。さあこのポストに嫌われたシーン、あっという間にタイムアップですね。PK 戦はなしか。おー、ボールを支配率はこちらの方が圧倒的だったんですが、結果的に点を取ることができず負けてしまいました。筑波田ガマの守備が硬いということで、筑波田ガマの優勝です。お、賞金も得れます。お、アジアチャレンジ投票の賞金も入れます。2位以内になるとアジアチャレンジ投票も出ます。10億円。さあこれでですね、入れ替わります。じゃない、事務所で年俸を見ることができるのか。やっぱり各自上がってますね。くるみもプラス400万とか、萌えとかも上がってますしね。夏希もまさに経営状況の、まあ、残高はたくさん残ってるんですよね。なんでまだまだ余裕はあります。置く必要があるのかわからない。逆に言えば戦術としてはですね、使い潰す人間と強化する人間を分けて育てると最強のチームができてくるんじゃないかなと思います。翌年からですね、強い選手、重点に強化する選手を特訓で育てた上で、その特訓選手は試合に出さずに、それ以外の選手を中心に回していければなと思います。というわけで、残念ながら今年は終わりとなりましたが、また来年に向けて練習試合とか、いろ
いろやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコでした。